7、羽ばたき。修学旅行から、大石先生の健康はつまずいたようだった。3学期に入って間もなくのこと、20日近く学校を休んでいる大石先生の枕元へ、ある朝、一通のハガキが届いた。背景、先生のご病気はいかがですか 私は毎日朝礼の時になると心配になります。大石先生がいないと性がないと小鶴さんや藤子さんも言っています。男子もそう言っています。先生、早く良くなって、早く来てください。岬組はみんな心配しています。さよなら。 三崎組の生徒たちの心情に触れた思いで、ふと涙ぐんだ先生も、最後のさよならで、思わず吹き出した。さなえからだった。さよならを、ほら、こんな当て字が流行ってるんよ、お母さん。朝食を運んできた母親に見せると、字もうまいでないか。 六年生にしちゃ。そう。一番よくできるの。師範へ行くつもりのようだけど、少しおとなしすぎる。あれで先生務まるかな。口ではなかなか意思表示をしないサナのことを心配して言うと。だけど、お前、久子だって六年生ぐらいまでは、口数の少ない、愛嬌のない子だったよ。 それがまあ、この説はどうして、口豆らしいもの。そうかしら。私、そんなに口八丁だって、教師が口が重たかったら困るでないか。そうよ。だから私、この山石さなえという子が、教団に立って物が言えるかしらと心配なの。自分のこと忘れて。 ヒサコだって人の前じゃろくに翔歌も歌えなかったじゃないか。それでもちゃんと一人前になったもの。うーん、そうだったわ。今翔歌好きなの。もしかしたら子供の時の反動かな。一人っ子のハニカミもあったろうがね。そのハガキの子も一人っ子かい、うん、うん。 六人ぐらいの真ん中よ。姉さんは赤十字の看護婦だそうよ。自分は先生になりたいって、それも綴り方に書いてあるの。聞いたって口では言わないくせに、綴り方だとすごいこと書くのよ。これからは女も職業を持たなくては、うちのお母さんのように辛い目をする、なんて。よっぽど辛い目を見てるらしいの。 お前と同じじゃないか。でも私は小さい時からちゃんと人にも言っていたわ。先生になる、先生になるって。山石さなえと来たら何にも言いやしない。いつでもみんなの後ろに隠れているみたいなくせに書かせるとちゃんとしてるの。いろいろ立ちがあるよ。こうしてハガキをよこしたりするところ。 なかなか後ろに隠れちゃいないから。そうなの。そして、さよならなんだもの。面白い。はがき一枚に釣り込まれて、思わず進んだ朝食だった。その後も、まるで鏡にでも見えるように、そのはがきを見つめ、やがては子供たちのことが次々と浮かんできた。 川本松江は、どうしたであろうか。天ぷら一丁神高に叫んでいた桃割れの娘。桟橋前、島屋という看板を覚えて帰り、手紙を出してみたが、返事は来なかった。小学校四年生しか納めていない子供には、手紙を書く術もわからなかったのだろうか。 それとも、本人の手に渡ったかどうかも怪しい。あの夜、うさんくさそうに出てきたおかみさんも、事情がわかると、さすがに愛想よく。まあまあ、それはそれは、よう来ておくれましたな。さあ先生、どうぞおかけなさんせ。中へ障子入れ、狭い畳の円台に、 小さな座布団を出して進めたりした。しかし、話をするのはおかみさんばかりで、松江は黙って突っ立っていた。いつの間にか男の生徒が五六人やってきて、縄のれんの向こうに顔を並べているのを見ると、大石先生は立ち上がらずにいられなかったのだ。じゃあまたね。 もうすぐ船が来るでしょうから。糸間を告げたが、別に見送りにも来なかった。許されなかったのであろう。わざと振り向きもせず、さっさと歩き出すと、ゾロゾロついてきた生徒たちは、思い思いのことを言った。先生、誰かな、あの子。先生、あのうどん屋と、一家。 親類。かな本校にはたった一日しか顔を出さなかった松江を、誰も松江と気づいていないのは、その中に、三崎の子供が混じっていなかったからであろう。下手に誘い出したりしなかったことを松江のために喜びながら、今でも一種のもどかしさで思い出される松江であった。同じ年に生まれ、 同じ土地に育ち、同じ学校に入学した同い年の子供が、こんなに狭い輪の中でさえ、もうその境遇は格段の差があるのだ。母に死なれたということで、計り知れぬ境遇の中に放り出された松江の行く末はどうなるのであろうか。彼女と一緒に巣立ったさなえたちは、もう未来への羽ばたきを、 それぞれの環境の中で支度している。将来への希望について書かせたとき、サナは教師と書いていた。子供らしく先生と書かずに、教師と書いたところに、佐々木の精一杯さがあり、甘っちょろい憧れなどではないものを感じさせた。六年生ともなれば、みんなはもうエンゼルのように小さな羽を背中につけて、 力いっぱいに羽ばたいているのだ。変わっているのは、マスノの死亡であった。学芸会に、工場の月を独唱して、善校をうならせたマスノは、暇さえあれば歌を歌い、ますますうまくなっていた。歌に向かうとき、彼女の頭脳は特別の働きを見せ、楽譜を見て一人で歌った。 田舎の子供としては、それは実に珍しいことだった。彼女の夢の行き着くところは音楽学校であり、そのために彼女は女学校へ行くと言った。女学校組は、マスノの他にミサコがいた。あまり出来の良くないミサコは、受験のための居残り勉強に陰鬱な顔をしていた。 彼女の頭は算数の原理を理解する力も鵜呑みにする記憶力にも欠けていた。しかもそれを自分でよく知っていて、無試験の裁縫学校に行きたがった。だが彼女の母はそれを承知せず、毎日彼女に陰鬱な顔をさせた。何とかして県立工場に入れたい彼女の母は、 熱心に学校へ来ていた。その熱意で、娘の脳みその構造が代わりでもするように。それでもミサコは平気だった。私な、数字見ただけで頭が糸をなるんで。県立の試験や声、誰が受けりゃ。その日になったら、私、病気になってやる。 彼女は算数のために落第することを見越しているのだ。そこへ行くと、答えはまるで反対である。家で誰に見てもらうというでもないのに、数の感覚はマスノの楽譜と同じだった。いつも答えは満点であった。その他の学科も、さなえに次いでよくできた。 彼女ならば女学校も難なく入れるであろうに、琴とえは6年きりで辞めるという。諦めているのか、羨ましそうでもない琴とえに尋ねたことがある。どうして6年で辞めるの彼女はこっくりをした。学校、好きでしょまたうなずく。そんなら、 高等化へ一年でも来たら黙ってうつむいている。先生が家の人に頼んであげようかすると答えは初めて口を開き。でも、もう決まっとる。約束した。寂しそうな微笑を浮かべて言う。どんな約束誰としたの お母さんと、六年で辞めるから、修学旅行もやってくれた。あら、困ったわね。先生が頼みに行っても、その約束破れんことえはうなずき。破れん、とつぶやいた。そして、前歯を見せて、泣き笑いのような顔をし。今度は、 年上が本校に来るんです。私が高等科へ来たら晩ご飯炊くもんがないから、今度は私が飯炊き番になるんです。まあ、そんなら今頃は四年生の年シさんがご飯炊きはい。お母さん、やっぱり寮に行くの毎日はい。大方毎日。 いつかことえは、綴り方に書いていた。私は、女に生まれて残念です。私が男の子でないので、お父さんはいつも悔やみます。私が男の子でないので、寮についていけませんから、お母さんが代わりに行きます。だからお母さんは、私の代わりに、冬の寒い日も、 夏の暑い日も、沖に働きに行きます。私は大きくなったら、お母さんに孝行を尽くしたいと思っています。これなのだと、大石先生は察した。まるで女に生まれたことを自分の責任ででもあるように考えていることへ。それがことを、何事にも遠慮深くさせているのだ。 誰がそう思わせたのかと言ってみても間に合わぬ。ことえはもう六年生で辞めることを我が身の運命のように受け入れているのだ。でもね、ことえさん。それは間違っているのだと言おうとして辞めた。関心ね、と言おうとしても、それも辞めた。気の毒ね、というのも、 口を出なかった。残念ですね。それはいかにも適切な言葉であったが、琴とえはそれで慰められ、気持ちが明るくなったらしい。少しそっぱの大きな前歯を余計剥き出して。その代わり、ええこともある。さらい年、年枝が六年を卒業したら、 今度は私をおはり屋へやってくれるん。そして十八になったら大阪へ奉公に行って、月給みんな自分の着物買うん。うちのお母さんもそうしたん。そしてお嫁に行くの。ことえは一種のハにカを見せて、ふふっと笑った。それはもう、 我が手では動かすことのできぬ運命ででもあるように、彼女はそれに服従しようとしている。そこにはもう、与えられる運命をさらりと受けようとする女の姿があった。二十歳にもなれば、彼女はある日、母・既得の偽伝報一本で方向先から呼び返され、既得のはずの母たちの膳立てのまま、 よく働く百姓か、漁師の妻になるかもしれぬ。彼女の母もそうであった。そして、六人の子を産んだ。五人まで女であったために、それが自分一人の責任であるかのように、夫の前で気兼ねしていた。その気兼ねが琴とえにも移って、彼女も遠慮深い女になっていた。 夫に従って毎日沖に出ている漁師の妻は、女とは思えぬほど日に焼けた顔をし、潮風にさらされて髪の毛は赤ちゃけてぼうぼうとしていた。しかも、それで不平不満はなかったかのように、自分の歩いた道をまた娘に歩かせようとし、娘もそれを当たり前の女の道と心得ている。 そこには、よどんだ水が流れの整列さを知らないような古さだけがあった。正直一途な貧しい漁師の一家にとっては、それが円満不足の限りなのだろうかと、一人もどかしがる大石先生だった。さりとて、ことえを高等化に進学させることで、貧しい漁師一家の考えが一新されるものではないと思うと、 空を眺めて、ため息をするよりなかった。教師と生徒の関係がこれで良いのかと疑問を持つと、そこに出てくる答えは、草の実の稲川先生であった。国賊にされ、刑務所に繋がれた稲川先生は、時々獄中からありのように細かい字の手紙を教え子に寄せるということだったが、 何の変わったこともないありきたりの手紙も生徒には読んで聞かされないという噂だった。そんなものであろうか。教室の中で国定教科書を通してしか結びつくことを許されない空ら,らしい教師と生徒の関係。たとえ生徒の方で勝手に席を乗り越えて来ようとも上手に肩透かしを食わさねば 思いがけない落とし穴があることを知らねばならなかった。みんなの耳と目が知らず知らず人の秘密を伺い探るようになっているのだ。しかし、また時には別のことで思いがけないいたずらに引きずり込まれたりもする。病気のためしばらく休むと言った時、こつるなど胸元に手を入れるような無遠慮さで、 ぬけぬけと言った。先生の病気、つわりですか思わず赤くなると、やんやと生やす者も,もいた。子供のくせに、と思ったが、肩をすかさずに答えた。そうなの。ごめんなさい。ご飯食べれないから、こんなに痩せたんだもん。少し元気になってから来るわ。 その時からの欠勤だった。休むと宣言した時、誰よりも心配そうな顔をしたのが、やはりサナだったことなどを思い出し、6年前の写真を取り出してみた。13枚焼き増しをしておきながら、なんとなく私そびれてそのままになっている写真は、袋のまま写真ブックの間に挟まっていた。 あどけない顔を並べている中で、小鶴はやはり一番大人っぽかった。この時からずぬけて背も高い小鶴は、今ではみんなより二つほども年上に見えた。おかっぱか横分けにしている中で、彼女一人は、シナの少女のように前髪を下げて、一人大人ぶっているのだ。 マスノが三崎の道連れで亡くなってから、彼女は一人威張っている風であった。高等科を終えると、三場学校に行くのが目的なのも、おませな彼女に、つわりの興味を持たせたのかもしれない。三崎の女子組では、後に藤子が一人いるが、彼女の方向だけは決まっていなかった。いよいよ、 今度こそ家屋敷が人手に渡るという噂も、卒業の差し迫った藤子の動きを決められなくしているのだろうと思うと、ことえと同様、あなた任せの運命が彼女を待ち受けていそうで哀れだった。痩せて血の気のない白く粉吹いたような顔をした藤子はいつも袖口に手を引っ込めて震えているように見えた。 瓶にこもったような冷たい人へまぶたの目と無口さだけが、かろうじて彼女の対面を保ってでもいるようだった。そこへ行くと、男の子はいかにもはつらつとしている。僕は中学だ竹市が肩を張るようにして言うと、ただしも負けずに。僕は高等科で、 卒業したら兵隊に行くまで漁師だ。兵隊に行ったら歌詞館になって早朝ぐらいになるから覚えとけ。あら、歌詞館。不自然に言葉を切ったが、先生の気持ちの動きには誰も気がつかなかった。月夜のカニと闇夜のカニをわざわざ持ってきたようなただしが歌詞館志望は思いがけなかったのだが、 彼にとっては、大いに訳があった。徴兵の三年を、朝鮮の兵営で過ごし、女隊にならずに、そのまま満州事変に出征した彼の長兄が、最近伍朝になって帰ったことが、ただしをそそのかしたのだ。貸官死亡したらな、総長までは、平ちゃらでなられる言うもん。貸官は月給もらえるんど。 そこに出世の道をただしは見つけたらしい。すると竹市も負けずに声を励まして。僕は幹部候補生になるもん。タンに負けるかい。すぐに勝利じゃど。吉次や磯吉が羨ましげな顔をしていた。竹市やただしのように、 さしてその日の暮らしには困らぬ家庭の息子とは違う吉次や磯吉が戦争について家でどんな言葉を交わしているか知るよしもないが黙っていてもやがては彼らも同じように兵隊に取られてゆくのだその春昭和8年日本が国際連盟を脱退して世界の仲間外れになったということに どんな意味があるか。近くの町の学校の先生が牢獄につながれたことと、それがどんなつながりを持っているのか、それらの一切のことを知る自由を奪われ、その奪われている事実さえ知らずに、田舎の隅々まで行き渡った光線的な空気に包まれて、少年たちは英雄の夢を見ていた。 どうしてそんな、軍人になりたいのただしに聞くと、彼は率直に答えた。僕、後取りじゃないもん。それに漁師よりよっぽど可視官の方がええもん。んー、竹市さんは僕は後取りじゃけんど、僕じゃって、軍人の方が米屋よりええもん。そう そうかな。まあ、よく考えなさいね。うかつに物の言えない窮屈さを感じ、あとは黙って男の子の顔を見つめていた。ただしが何か感じたらしく。先生、軍人好かんのと聞いた。うん。漁師や米屋の方が好き。へえ、どうして 死ぬの、惜しいもん。弱虫じゃなあ。そう、弱虫。その時のことを思い出すと、今もむしゃくしゃしてきた。これだけの話を取り交わしたことで、もう共闘に注意されたのである。大石先生、赤じゃと評判になっとりますよ。気をつけんと。 ああ、赤とは、一体どんなことであろうか。この何にも知らない自分が赤とは。寝床の中で色々考え続けていた大石先生は、茶の間に向かって呼びかけた。お母さん、ちょっと。はいよ。立っては来ずに、ふすま越しの返事は、 火鉢の脇にうつむいた声であった。ちょっと相談。来てよ。足音に続いて襖が開くと、指抜きをはめた手を見ながら。私、つくづく先生嫌になった。三月でやめようかしら。やめるなんでまた。やめて一文貸し屋でもする方がましよ。 毎日毎日、忠君愛国。これ。なんでお母さんは、私を教師なんぞにならしたの本当に。まあ、人のことにして、お前だって進んでなったじゃないか。お母さんの二の舞踏みたくないって。まったく、老眼鏡をかけてまで、人様の裁縫はしたくないよ。 その方がまだましよ。一年から六年まで、私は私なりに一生懸命やったつもりよ。ところがどうでしょう。男の子ったら、半分以上軍人志望なんだもの。嫌になった。時を自説じゃないか。お前が一文貸子屋になって、戦争が終わるならよかろうがな。余計嫌だ、私。 しかもお母さんに懲りもせず、船乗りのお婿さんもらったりして、損した。この頃みたいに防空演出ばっかりあると、船乗りの嫁さん、命縮めるわ。嵐でもないのにドカーンとやられて未亡人なんてごめんだ。そう言って、今のうちに船乗りやめてもらおうかしら。二人で百姓でも何でもしてみせる。せっかく子供が生まれるのに、 私は私の子に、私の二の舞踏ませたくないもん。やめてもいいわね。早口に並べ立てるのをニコニコ笑いながらお母さんは聞いていたが、やがて幼い子供でもたしなめるように言った。まるで、なんもかも人のせいのように言う子だよ、お前は。好きで来てもらった婿殿でないか。 お母さんこそ文句言いたかったのに、あの時。私の二の舞踏んだらどうしようと思って。でも、久子が気に入りの人なら仕方がないと諦めた。それをなんじゃ今ら好きと船乗りは別よ。とにかく私、先生はもう嫌ですからね。まあ、好きにしなされ。 今はが立ってるんだから。気なんか立っていないわ。学校でとはだいぶ違う先生である。しかし、そのわがままな言い方の中には、人の命を愛おしむ気持ちが溢れていた。やがて落ち着いて、再び学校へ通うようにはなったが、新学期の蓋を開けると、 大石先生はもう送り出される人であった。惜しんだり、羨ましがる同僚もいたが、特に引き止めようとしないのは、大石先生のことがなんとなく目立ち、問題になってもいたからだ。それならどこに問題があるかと聞かれたら、誰一人はっきり言えはしなかった。大石先生自身はもちろん知らなかった。 強いて言えば、生徒がよく懐くというようなことにあったかもしれぬ。その朝、700人の全校生徒の前に立った大石先生は、しばらく黙ってみんなの顔を見回した。だんだんぼやけてくる目に、新しい6年生の一番後ろに立って、一心にこちらを見ている背の高い似たの顔がそれとわかると、 思わず涙が溢れ、用意していた別れの挨拶が出てこなかった。まるで似たが壮大ででもあるように、似たの顔に向かってお辞儀をしたような形で段を降りた。高等課の列の中から、ただしや吉次や小鶴や早苗の潤んだ眼差しが一心にこちらを見つめているのを知ったのは段を降りてからだった。 お昼の休みに別棟にあるさなえたちの教室の方へ行くと、いち早くコツルが見つけて走ってきた。先生、どうしてやめたん珍しく泣きそうに言うコツルの後ろから、さなえの目が濡れて立っていた。あんなに女学校女学校と、真っ先になって騒いでいたマスノが、結局は高等科へ残ったというのに、 その姿が見えないことについて、小鶴は例によって、おひれをつけていった。まあちゃんな先生、おばあさんとお父さんが反対して、女学校行くのやめた。料理屋の娘がシャミ戦と言うなら聞こえる。わかる。が、学校の歌歌いになっても始まらん言われて。まあちゃんやけ起こして、ご飯も食べずに泣きよる。 それからな、先生。みさこさんの学校は女学校と違うんで。学園で緑学園言うたら、生徒は30人ぐらいで、仕立てやニ毛が生えたような学校じゃと。そんなら高等科の方が良かったのにな、先生。思わず笑わせられた先生は、笑った後でたしなめた。 そんな風に言うもんじゃないわ、コツヤン。それより、まー、あ、ちゃんどうしたの歩が悪い言うて、休んどん。歩なんか悪ない言うて、慰めてあげなさい。コツヤンもサナエさんも。それより、フジコさんどうしたああ、それがな、先生。びっくり行天たぬきの提灯じゃ。 コツルは声を大きくし、見開いても大きくなりっ子のない細い目を無理に開こうとして眉を釣り上げ。兵庫へ行ったんで、試験休みの時、うちの船で荷物と一緒に親子五人積んで行ったん。布団と、あとは鍋や釜やばっかりの荷物。タンスも大昔の塗りのハゲタン一つだけで、 あとは氷じゃった。藤子さんとこの人、みんな荒働きしたことないさかい。今に小敷にでもならにゃよかろうがって、みんな心配しよった。今、藤子さんらも芸者ぐらいに売られにゃよかろうがって。自分とこの運賃、半分は売れ残りの道具で払ったことまで喋り続ける小鶴の肩を軽く叩いて。 コツルさん、あんたはね、いらんことを少し喋しりすぎないあんたサンバさんになるんでしょいいサンバさんは、あんまり人のことを言わない方がいいことよ、きっと。これね、先生の選別の言葉。いいサンバさんになってね。さすがにコツルは、ちょこんと肩をすくめ。はい、わかりました。 三日月の目で笑った。さなえさんもいい先生になってね。さなえさんはもっとおしゃべりの方がいいな。これも先生のお選別。肩を叩くとさなえはこっくりして黙って笑った。ことや似合ったらよろしく言ってね。体大事にしていい嫁さんになりなさいって。これ。 おせんべつだって。こつるはすかさず、先生も、よいお母さんになりますように。これ、おせんべつです。ふざけて先生の肩を叩いた。こつるはもうほとんど先生と同じ背の高さになっていた。はい、ありがとう。思い切り声を上げて笑った。 高等科になって、初めて男女別組になった教室には、ただしたちはいなかった。男の子の方へ行って、特別に三咲の生徒だけに別れの挨拶をするのも気が進まず、帰ることにした。たんこさん、孫きさん、キッチン君らによろしくね。気が向いたら、遊びに来なさいって言ってね。先生。 私らは小鶴はすぐ上げ足を取る。もちろん来てちょうだい。来いって言わなくても、昔からあんたたち来るでしょあ、そうそう。写真を出して一枚ずつ渡すと、小鶴はキャッキャと響き渡る声で笑い、飛び飛びして喜んだ。その翌日、 解き放たれた喜びよりも大事なものを抜き取られたような寂しさにがっかりして昼寝をしているところへ思いがけず竹市と磯吉が連れ立ってやってきたあまりに早いことづけの聞き目に驚きながら乱れた髪を結いもせずに迎えたまあよく来てくれたわねさおあお上がんなさい 二人は顔を見合わせ、やがて、竹市が言った。次のバスで帰るんです。あと十分か十五分ぐらいだから、上がられんのです。あら、そう。その次にしたらそしたら、三崎へ着くのが苦労なる。磯吉がきっぱり言った。どうやらみちみちそういう相談をしたらしい。 ああ、そっか。じゃあ待ってて。先生送っていくから、歩きながら話しましょう。急いで髪を直しながら。竹市さん、中学いつからあさってです。その態度はもう、中学生だぞと言わんばかりで、手には新しい帽子を持っていた。磯吉の方も、 見慣れぬ鳥打ち棒を右手に持ち、手織島の着物の膝のところを行儀よく押さえていた。磯吉さん、昨日学校休んだのいいえ、僕も学校へ行かんのです。そして磯吉は急にシャチコばり。先生、長々お世話になりました。そんなら、 ごきげんよろしゅう。膝を曲げておじ儀をした。あらまだよ。今一緒に行きますよ。泣き笑いしそうになるのをこらえながら連れ立って出かけた。バスの乗り場までは6分かかる。真ん中になって歩き出すと、磯吉はすっぽりと頭を包んだ大きな鳥打ち棒の下から、 小さな顔を青のけ。先生、僕、明日の晩、大阪へ奉公に行きます。学校は、主人が夜学へやってくれます。あらま、ちっとも知らなかった。急に決まったのはい。何屋さん七屋です。おやま、あんた七屋さんになるの いえ、七夜の番頭です。兵隊まで勤めたら番頭になれると言いました。さっきから磯吉はずっとよそ行きの言葉で固くなっている。それをほぐすように、いい番頭さんになりなさいね。時々先生にお手紙くださいね。昨日コツヤンに写真ことづけたでしょ。あの時のこと思い出して。 竹市も磯吉も笑った。これ、お選別。はがきと切手なの。もらい物の,の切手帳とはがきを新しいタオルに添えて包んだのを磯吉に渡し、竹市にはノート2冊と鉛筆1ダースを祝った。藪入りなんかで戻った時にはきっといらっしゃいね。 先生みんなの大きくなるのが見たいんだから。何しろあんたたちは、先生の教え始めの、そして教えじまいの生徒だもん。仲良くしましょうね。はい。磯吉だけが返事をした。竹市さんもよ。はい。村の外れの曲がり角にバスの姿が見えると、 磯吉はもう一度帽子を取っていった。先生、長々お世話になりました。そんなら、ご機嫌よろしゅう。いかにも、それはオウムのようなぎごちなさだった。言い終わるとすぐ帽子をかぶった。大人ものらしい鳥打ち棒は、漫画の子供のようではあったが、似合っていた。 新しい学生坊と二つ並んで、バスの後ろの窓から手を振っていた二人を、見えなくなるまで送ると、ゆっくりと海辺に降りてみた。静かな内海を隔てて、細長い岬の村はいつもの通り横たわっている。そこに人の子は育ち、羽ばたいている。 長々お世話になりました。そんならご機嫌よろしゅ。三崎に向かってつぶやいてみた。それはおかしさと悲しさと温かさが同時にこみ上げてくるような、そしてもっと眼畜のある言葉であった。